フィリピンのユニバーサルドミナ、ジャッキンジル、パンシットにマンジュアン、ティナパウィズカラマンシー、揚げ麺に液体ウビ粉末ソース、調味料がついています。麺は輪郭が明快でプリプリした歯ごたえです。細めですが元気がいい印象です。しかし量はとても少ないです。食事というよりはおやつ感覚です。ソースは酸味が強いです。でもカラマンシーの酸味にしては柑橘系という感じがしません。ティナパとは魚の燻製のことですが、それらしい香りはほとんどありません。旨味は人工的ですが十分に出ています。かすかにメントールのような爽やかな刺激がありますが、他の味と合っていないと思います。ジャッキンジルというブランドはお菓子がメインのようで、即席麺もおやつ感覚で作っているのかもしれません。